こんにちは、チョメです。今日はこのチャット欄の文字の変え方ですね。赤色とか、まあ、いろんな色でチャットする方法。ちなみにこのプロフィール欄も色変えること可能でございます。ちょっと大事なので、一個一個まず入力してやり方を見せますね。皆さんこの画面ですかね。私 iPhone でやってるんですよね。まずこの数字、ちょっと配置が違ったらすいませんね。私この配置なんですよね。で、この7の下のところを1、2、3回押します。で半角です、これ。で、この後、まあ、数字です。これね、C を入れます。その後、また、これ、鍵括弧で閉じる。3、4。4回押したら、まあ、出てくるみたいな感じですね。で、また3回押すと。で、ここね、コピーしておいたら、あとペーストすればいいだけなので楽ですね。で、この後に、色コードっていうのを入れます。で、例えば、まあ、今回、青色にしてみますか。青色の場合は、0000、F、F。で、これで、また、最後、閉じる。で、この後にね、好きなコメントを書けば OK です。これが色が変わります。例えば、まあ、テストにしときますか、もう一回。で、これで完了。すると、ほら、まあ、青というよりも紫っぽいですけど、まあ、こっちの方が見やすいかな。こっちの、これ、今、黄緑なんですけど、ここ、プロフのところに、C の00、FF00 って書いてあるから、これはね、この、一回閉じて、まあ、開いたら、こっちは赤にしてる。閉じたらもうこれ、みんなにはこの、黄緑っぽいので見える感じになってますね。だから、プロフィール欄で、こうやって開いて、ちょっと文字数が増えちゃうんですけど、まあ、最初につければ、ね、ここは OK です。これね、ずっと使えるから、便利ですよ。で、あと、まあ、右のところのチャット欄のところ。で、私、チャット、さっき、ペーストしたんですけど、これ、ペーストして、で、なんかまた、ね、自分の色のやつを入力すれば OK です。ちょっと左下の方とか、左上の方とかに、こんな感じのコード書いたら、ね、変わりますよっていうのを出してると思うんで、ちょっと私の動画を見ながらね、こうやって、ちょっと打ってくれるとね、いいと思いますよ。まあ、例えば、今回紹介してないやつ、やりますか？書いてないところ。水色もちょっと教えておきますかね。C で書いて、これは 00FFF ですね。だから 00F、あ、F か。F、F、F、F。これが、まあ、水色になりますよね。例えば、テスト以外にも書いてみますか。ここ、なんでもいいですからね。誰でも。なんかちょっと予測変換怖いんですよね。こんな感じ、水色、ちょっと光ってますけどね。まあ、こんな感じでね、何色になるのかっていうのを最後ちょっとね、見せて終わりましょうか。一応、この左のやつのコードを入力したら、こちらになりますね。これが普通の色です。右下。今、黒を入力しました。閉じて、開く。こんな感じにね、読みやすくなっております。次。白は、このような色具合に、なっております。青色はこのような色になっております。緑はこのような色具合になっております。黄色はこのような色具合になっております。赤はこのような色具合になっております。ピンクはこんな感じになっております。今回動画で紹介しきれなかったものもあります。こちら色予想してみてください。HTML 色コードで検索すると、このコードの番号は出てくると思います。その番号をシャープのやつが書いてあると思うんですよね、ここに。ネットとかだったら、ここにこんな感じに書いてあると思うんですよ。だから C のこれを足して、まあ、シャープ消して、その番号だけ入れる。ちなみにこれは答えは、あ、コメント書いてなかったな。ありがとう。ゴールドです。ちなみにニックネームはちょっと一回しか無料で変えれないので、ちょっと試してないですが、多分名前も変えれると思うんですけど、鍵括弧とか、こうやって、
で、今こんな感じになっちゃう可能性もある。これ看板なんだけど、読み込んだらちゃんと赤色になってるんだけど、この看板はこんな感じに書かれちゃう。だから名前が変なこの羅列になっちゃうかもしれないっていう。名前に関してはちょっとまだ検証してないのでね、ちょっとどうなるかわかりません。まあこんな感じにね、ちょっと今回はね、コメントの色の変え方をね、やってみました。番外編です。今回番外編やったのは、まあ、レベル20で、次の実況撮ってたんですけど、まだちょっとね、時間がかかりそうなのでね。だから次回はちょっと釣り具屋で釣り釣るみたいな感じの動画出してると思います。自分の好きな色をコピーしておいて、使うときは、こうやってタップして、まあ、ペーストして、まあ、ありがとうとか。まあ、こうやってやると、なんかね、使いやすいですね。で、こちら、友達が来たときとかね、この友達同士でね、この色、楽しむのいいと思います。で、こちらの色、世界チャットでも使えるんですが、こちらは公式さんのね、利用規約にね、従ってください。まあ、色を変えてチャットするだけだったら大丈夫だと思いますけどね。迷惑行為にならなければ。連投とかしてたらさすがに迷惑行為でダメだと思います。で、私がこの色でなんか世界チャットをぐちゃぐちゃにするとかそういうのじゃないですからね。友達が来た時になんか、まあ、楽しめたらいいみたいな感じの、ね、動画でちょっとね、作ってみた感じです。だからちょっと今回はこの友達のやつのチャット欄のところで、まあ、友達が来てから友達同士だったらもう何回打っても連投しても自分の街だからね。ね、大丈夫だと思いますけど。もし友達に色の変え方教えてって言われたら、あ、チョメの動画見たらわかるよって、まあ言ってもらって大丈夫です。で、ご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。